石壁の決戦に勝利したのは孫権劉備の連合軍だった。曹操は天下を目前にしながら南進を諦め巨匠へと撤退、体制の立て直しを迫られ、今こそが曹操一強の情勢を崩す好機。孫権は後藤からの領土拡大に向け動き出そうとしていた。そして劉備の軍師諸葛亮もこの機を逃すはずがない。劉備を一国の主とするため静かに行動を開始する。曹操、そなたのこれまでの実績、臣として並ならぬものである。故にその功を称え、魏公の位を授ける。徐州、青州など十州をもって義とし治めるがいい。はは、謹んで拝命いたします。曹操よ、この先そなたは何を望むのだ？私が望むのは乱世の収束、それだけにございます。魏公就任おめでとうございます。うん、これよりは一層国力の充実に力を入れる。石壁の大敗を取り返さねばな。殿、もはや覆せぬと承知で申し上げます。やはり私は今回のご決断に賛同できません。殿の道は漢の臣として成し遂げるべきでした。殿が帝位を伺っているとみなされれば、いずれまた争いが起こりましょう。淳育、お主は以後巨匠にて政務に励め。それはわしに対しもう検索する必要はない。お主はお主にふさわしい場所でその才を生かせ。魏公に就任し魏王となり帝位につく、それが最も早く乱世を終える道です。しかしそれは国の形としての話、人心を鑑みれば文尺殿の気分は正しいのでしょう。殿の影響力はすでに帝を上回っている。魏公就任は誰の目にも自然と映るでしょう。しかしだからこそ選んではならないのです。奪う者の断りはそれを奪われることも肯定します。殿がご健在のうちはそうならずとも、いずれ誰かが報いを受けるでしょう。同族とはいえ我らが同じ意見である必要はありません。俺は殿の選ばれた道を我演じます。ですが文尺殿が危ういと思うならば諌めるべきです。私の話など聞いていただけるでしょうか。行く道を肯定できない軍師など殿にとってはもはや、いくら王佐の才などと評されようと言葉が届かなければ意味がありません。私はどうするべきなのでしょうね。
毛徳、たった今知らせがあった。光陵が孫悟からの攻撃を受けているらしい。うん、孫賢明、やはり動いたか。慶州に残した兵力での応戦は難しかろう。だが巨匠を手薄にするわけにもいかん。あまり兵を避けんということか。分かった、俺はすぐに動ける者を連れて先に慶州へ向かおう。わしもすぐに動く。だがこの機に他の勢力が動かねばいないが、劉備にバトン、わしに敵する者は未だ多いか。純也、味方はかなり押されているようだ。孫悟の軍はすでに長江を越えて上陸、こちらの戦線を切り崩しています。連携の懸念があった劉備軍は破色を進行中です。しかし慶州にも兵を残しています。十中八九孫悟に援軍を送ってくるでしょう。ちっ、ここでも劉備か。やはり早く潰しておくべきだったわ。孫悟を破っても横腹を突かれてはたまらん。この地は放棄して撤退命令を出すべきか。はい、現在動かせる兵力を鑑みればこちらの勝利は望めません。被害を最小限に抑えるため今すぐ撤退を。いえ、ここは孫悟を押し返しましょう。それをもってこちらの勝利とするべきです。何か策があるのだな。分かった、純一の言う通りにしよう。ありがとうございます。まずは孤立した味方を救援しましょう。戦線の穴を塞いだ後は一気に攻勢を仕掛けます。劉備軍が到着するまでが勝負です。可能な限り敵の戦力を削ってください。純一、なぜここにいる。お主には巨匠で政務をせよと命じたはずだな。申し訳ありません。しかしここで殿の道がついえては困ります。故に勝手ながら参りました。お主にそのような顔ができたとはな。今は孫権への対処が先決、沙汰は後に申し渡す。今回五軍の指揮を取るのは周囲で、赤壁に布陣する彼を倒し敵を退けましょう。今回は文尺殿の戦略に乗りましょう。戦略あっての戦術、局面打開は俺がします。この地の攻防は戦局を左右し、私たちで守るぞ。援軍ですか。ありがたい。学神様にも早くお知らせを。ご足労いただくとは恐縮です。どうかされましたか。城を守る援軍とはありがたい。これで私も出陣し一番乗りを目指せます。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。見事だな王徳、さすがは歯を行く者。
せるように頑張ります。ヘビンだけはハッピーメダル。我が道を行く。俺の邪魔はさせん。ただな、大竹。今夜は青行く者よ。
援軍のおかげで城の守りは盤石。これより総思考矛となって突き進まん。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。なんと見事な戦よ。Hey! Hey! 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 H
いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。いらっしゃい。毎度どうも。
かせはせぬぞ。この高校服に挑もうてか。敵の苦い思いを再び味わわせてやる。よくよな。諦める投資に敬意を表します。しかし研修は孫悟のものです。よし、ここで防御体制を取るのだ。
を崩す戦意を損。行くぞ、今こそ敵の要所を叩く。剣心は天下二軍には必要不可欠、ここで引くわけにはいかぬ。周遊、我が輩がついておる。お主の情熱のすべてこの戦に注ぐがいい。Go!
軍事諸葛亮は劉備を孫権と対等な立場に立たせようとしています。ならば中原への足がかりとなる慶州は何としても手に入れたいはず。諸葛亮が光陵を孫権に譲るとは思えません。この状況を許す孫竜の同盟に楔を打ち込んだのはさすがですね文章。よし、純一の策に乗ろう。軍を常用と深夜まで引かせるぞ。
ここで撤退を進言するとは大した気骨よ。守り抜いた地を敵に渡す。情に従い動く者には入れられないでしょう。断りを重んじる殿にだからこそ進言したのです。私は任を解かれた。それにもかかわらず検索を受け入れていただきありがとうございました。まだ正式な命を下していたわけではない。こたびのことは軍旗委員とはせん。お主の策がなるかどうか見届ける。さて、わしらも巨匠へ戻るとしよう。